ボストンはアメリカ合衆国出身のロックバンド。1970年代後半から1980年代にかけて流星したアメリカンプログレハードと共に全米チャートで上昇。アルバムは全米3位を獲得し、アメリカだけで1700万枚、全世界で2500万枚売り上げている。1978年、ツアーの合間を縫って慌ただしく制作された。 セカンドアルバム、Don't Look Back も、全米1位の大ヒットを記録する。ただ大手の CBS に所属し、ポップなロックサウンドだったため、ジャーニー、e y TOTO, s t i c らと共に、産業ロックとの批判を浴びた。1979年4月、初来日公演、Cherry Blossom Tour 79を開催。以降自作の発表が待ち望まれたが、 完璧主義者の諸律のレコーディング作業はなかなか進まず、ついには CBS レコードに契約不履行で訴えられ、長期間の法廷闘争に突入、ボストンの活動は一時停止する。1986年、法廷闘争が決着し、MCA レコードへ移籍。8年ぶりのサードアルバム、サードステージを発表。シングルカットされたアマンダが全米1位を獲得し、 アルバムも2作連続で1位を記録。その後も悠々自適のペースでアルバムを制作。1994年にホースアルバム、ウォークオン。1997年のベスト版を挟んで、2002年にフィフスアルバム、コーポレートアメリカを発表。ミネソタ州、ヒンクリー公演2007年、リードボーカルを務めるオリジナルメンバーのブラッドデルプが休止。 この件によって、同年夏のボストン全米ツアーは中止。翌年、HR、HM バンド、ストライパーのマイケル・スウィートが参加し、ツアーを再開。2013年、11年ぶりのシックススアルバム、ライフ、ラブホープを発表。2014年、35年ぶりの来日公演を開催。デビューアルバム、幻想飛行のほとんどを、 トム・ショルツ一人で作った事実を当初 CBS 側はにわかには信じなかった。デモテープを聞いた担当者は現存するあらゆる作品の中で最も素晴らしい作品であると評価したと言われる。ブラッド・デルプ中、順位はビルボードアルバムチャートによる。売り上げ枚数は RIAA による認定枚数。ありがとうございます。